小焼き150ログ。小焼き150ログ。はい。なんすかもう数字え喉あかんのいや、まあいいですけど、なんすかめちゃもつけよ。150ログってなんすかなんすかそういう嫌がらせばっかして。字面気持ち悪いソフトバンクの方ですかそういうことじゃない。やめてください、そういう DM ソフトバンクの方ですかいや、隣に並ばれて言われると、僕もなんて言っていいかわかんないですよ。はい。あ、でも予測外しました。外しました。何ですかなんすか150って。いや、タック TV レディオさん150枚でおめでとうございます。あ、ありがとうございます。そういうことですかありがとうございます。多分これちょうど今撮ってる時って行くか行かないかみたいなギリギリのところで、多分出してる頃は絶対行ってんすよ。うん。そう、だからもうおめでとうございます。先に言っとこうと思って。ああ、ありがとうございます。いや、150ってなかなかね、普通の人ではいかへん数字なんで、すごいなぁと思って。うん。そう、いや、やっぱり僕らよりも格上じゃないですか、タックさんで。いやいや、そんなことないです。タックさん今27ですよね。27です。そう、だから僕、だいぶ年下なんですけど、タック様って裏で呼んでるんですよ。ああ、そうなんですか本当ですか、うん、うん。そうそう。タック様、あ、沢村様みたいな。いや、もう変わったやん。ということで、本日の Vlog のゲストはタックさんです。お願いします。ありがとうございます。なんか Vlog 見てくださってる見てます。はい。いや、嬉しいですね。ありがたい。結構名前出してくれてますよね。あ、そうです。はい、あの、結構コピーをね、売って。コピーを売ってコピーを。あ、コピーか。耳悪いもんで。耳悪いもんでね。いや、マジ僕は個人的に見てる人で尊敬してる人の名前は自然と結構出ちゃうんで。いや、嬉しいです。ありがとうございます。いや、マジで嬉しいです。すごい、この方が出てくれると思わなかったね、Vlog に。いや、出ますよ。おはようございます。なんか結構言ってくださってるみたいなの周りの方からも結構聞くんですよ。あ、そうですか。そう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 。取り扱うトークテーマみたいなのを僕好きですし、淡々と喋っていく何時間でも聞いてられるそのトーク力がすごいいいと思ってるんですよ。あ、嬉しい。気持ちいいですね。なんか僕とトーヤくんって漫才みたいな関西の掛け合いみたいなことを評価されること多いんですけど、はい、ずっとはね、しんどいと思うんです。やっぱりね。でも、タックンさんみたいな、はい、なんかこう、抑揚がめちゃくちゃついてるわけじゃないんだけど、ずっと聞いてられるって、オーケストラどうぞ、僕は。あー、オーケストラって何時間も聞いてる。ちょっと苦笑いしてるけど。大丈夫ですか皆さん。オーケストラ、あー、まあまあ、確かに。僕、これ、聞いた話なんですけど、はい、ドラゴンクエストあるじゃないですか。はい、ドラクエって BGM オーケストラなんですよね。はいはいはい。そう、フィールドとか、はい、最初の序曲とか、はい、あれなんでかっていうと、最初に開発した時に堀裕二さんたちが、人がずっと聴いてて飽きない曲を BGM にするべきだと。それはオーケストラだから杉山浩一先生お願いしようって言って決まったんですよ。やっぱすごいですよ。僕あの動画で使ってる BGM とか、今ほとんどオーケストラ調のやつなんですよ。へぇー。そりゃそうだわ。まあ、その心理というか、それはちょっと取り入れてるとこはあります、ね、すごいですね。ようございます。めっちゃ分析してますよ。好きなんですよ、それ。そう思ったら俺らってもう BGM ね、その辺のフリー素材もあるんですか、ね、そうですね。結構適当に。そうそう。だから今、維持率が低い YouTuber は、もしかしたらちょっと BGM 一発からだけで変わるかもしれないよ。あー、それ大事だと思いますね。はい、この瞬間から BGM 変わってると思うんですけど、オーケストラに、オーケストラ、オーケストラ。っていうようにですね、お互い YouTuber としてとりあえず100万人ぐらいのインフレ数あるので、はい、YouTuber トークみたいなのをやっていきたいと思ってるんですけど、はい、まずそもそもびっくりしたのは、はい、なんか急に顔出しとかし始めましたよね。あ、まあそう、最近確かに。デビューした時は顔出して、はい、で、ラジオして、うん、で、そこから出さなくてみたいな。はいはいはい、でも、なんか度重なるなんかちょいちょいの炎上で、顔がこう割れていったんですよ。こいつの顔見つけたぞみたいな感じになって、はいはい、まあ、今でいう特定みたいな、はいはい、僕もともと僕からしたら出してたんで、はいはい、それは痛くも痒くもなかったんですけど、ちょうどお笑いの出てましたもんね。そうなんです。なんかちょっとそもそもその至る経緯みたいなのをちょっと簡単にちょっと教えていただけたら。高校卒業してすぐ働き始めて、はい、そっからお笑い芸人、まあ、働いて1年ぐらいで芸人やろうかなと思って、芸人やりたくて、で芸人をやって、ただその1年なるかなるかないかぐらいで、ちょうど当時組んでた相方と解散しちゃったんです。あらあら。そのタイミングで、そのまあ働きながら芸人やってたんで、働いてる職場の上司の方が、まあ、辞めて YouTube の授業をやろうと思ってるから、だったら会社は立てれるし、そのお金もあるし計画もあるんだけど、唯一このクリエイターがいないっていう、はあ、そうです。だからちょっとならないかみたいな感じで誘われたっていうのがきっかけだった。すげえタイミングと思うんですよね。そうですよ。僕も当時その解散したばっかで何やろうかなみたいな感じではあったんで、はいはいはい、東京で芸人やるか YouTube をその福岡でやるかっていう二択になって、うんうんうん、で YouTube の方を選んだっていう感じです。なるほど。ちなみに今何年目になるんですか YouTuber。 今年で6年目くらいですかね。いや、もうちょっと7年目入るかなって。い
やー、そう思うとほぼ同期みたいなとこありますよね。もうちょっと後ですよね。あ、じゃあ僕ら7年目なんですよ実は。え、都市伝説のコヤッキースタジオは4周年なんですけど、はい、その前にコヤッキーチャンネルっていうワンピースの方のやつやってたんで、合わせると170万人ぐらい今いるんですけど、都市伝説で言ったら先輩なんですよ。ほぼ同期ですね。ほぼ同期なんですよ。そう、僕もだって実写が2016年なんで、ほぼ一緒ですね。いやー嬉しいな。なんかその頃の YouTuber さんでも死んじゃってる人がいなくなってる人がいるじゃないですか。生きてはいます。生きてます、はい、あ、生きてはいます。はい、最低限度の文化的な生活憲法で保障されてますから。最近なんかコラボとかも多い印象があって。あ、確かに。すごい急になんかキャラ変換風ジェネレーションされたんかなみたいな。え、なんですか。キャラ変換風ジェネレーション。キャラ変換風ジェネレーション。キャラ変換風ジェネレーション。聞いたことないな。キャラを変更するカンフージェネレーションっていう。どうしたんやろ。別にそういうわけじゃないですけど、 YouTube って難しい話するとなんかアルゴリズムって、あ、まあ僕らだったらおはようぐらい当たり前の言葉でもあるじゃないですか。そうです。 YouTube のそのロジック的なのって定期的に変わって公開はされてないじゃないですか。そうなんですよ。ルール変わるんですこれ。そう、どれが今おすすめしてるみたいな、はいはい、それが結構変わるんで、今変わって僕の中でちょっとこう長い動画っていうんですかね、うん、がちょっとこう好まれる傾向にあるというか、はいはいはい、おすすめされる傾向にあるんじゃないかっていう、うん、っていうのでちょっと今前半を今までのラジオスタイルやって、後半実写でコラボしていくみたいな、はいはい、それで10分10分で20分にするみたいな、うんうん、そういったことをちょっと今やってみようかみたいな。あー、なるほど。実はですね、この裏でコヤッキースタジオもコラボさせてもらってるんですけども、 それタックさん側のチャンネルに出たやつは漫画アニメの年に喋ってるんですけど、はい、後半からね出演っていう、はい、謎のシステムを採用されまして、うん、これがそれなんです、ね、うん、なるほど、ね、はい、いや、よく考えているんです。でも今生き残ってる YouTuber さん何かしらちゃんと考えてやってますよね、うん、だと思います。試してちゃんとやってみて、その効果測定をして良かったか悪かったか分析して、その積み重ねで多分6周年っていう多分数字だと思うんですよね。気づいたらですね、なんかあっという間6周、うん、7年とか入ってましたね。確かにあっという間な感じがしますよ ね、 ね、うん、最近その顔もちゃんと出して、はい、わりかし本名をバンって出て、はい、場所もある程度ね出してたりするじゃないですか。まあまあそうですね。そうで、はい、キャリアがソフトバンクなことも判明しましたそうなると、はい、結構実名でバン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 いろんなことを言っていくタイプと思うから、はいはい、結構言われませんか、そのネタミソシリを含めなんか攻撃されたりとか嫌がらせされたりとかないですか。はい、いやだ、ありますよ。言ってくるけど、やっぱ今の人ってこうちょっと影響力が怖いというか、うんうんうん、警察よりも弁護士よりも影響力が怖いって人の方がなんか多いような気がしてて、確かに確かに、その遠回しものすごい遠すぎてそれじゃ分からんよみたいな感じの言い方をされてくる方って結構その YouTuber の人でもそういう言い方されて、結局あれ何だったんだろうと思ってたら、まあ、実はあの動画消してくれって意味だったとか、いや分かるかみたいな。意外と僕あの、まあ、口堅いって言ったらあれですけど、自分以外のことなんか動画で言ったりとかあんましないですよね。なんか自分に関わることで企業名今回ソフトバンク出したりとかはあれなんですけど、はい、わざわざその人のなんか暴露じゃないですけど、はい、みたいなことはしないんですよね。まあまあ、はい、そういうイメージじゃないですね、はい、基本的にはみんなが楽しめなきゃいけないっていうのはないですもんね、はい、もうすでに話題になってるものとかもやってるので、それ以外の結構本当に出すとこれどっちなんだろうみたいな、まだ真実か嘘なのか分かんない状態の時のやつは僕あんま出さないですね。はあ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 、はい、まだ言えないですけど、現在進行形でもなんか結構これヤバくないか本当だったらみたいなこともあるんですよ。なんか軽くなんか軽く、どのヤバさなんですか。あ、じゃあここまるまるカットした後のコヤッキーさんのリアクション流すんだったら大丈夫。あ、いいですよ。おお、ここからもうカットしてください。はい、じゃあここからちょっとよくわかんないお花の画像流れてますからちょっとお待ちくださいませ。もうマジで生々しくて、でもこれはねまだその向こうの証拠はあるんですけど、こっちの言い分まだ聞いてないんで、うんうん、でそういうのはすぐにこう動画にしたりとかしないようにしてますけど、やばいっすね。これね、みんなに分かりやすくこういう感じですよって言いたいんだけど、はい、うん、例えが見つからん。確かにね、これはほんまに、うん、まあ、僕も知ってる内容でした。そうです、そう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 、うん、なんか令和の時代でもこんな組織的になんかなっちゃうんだっていう、それが大丈夫です、はい、例えば企業がね問題を起こして隠蔽しようとするみたいなね、うんうん、ことはあったとしても、うん、こんな単位でこんな規模でみたいな、うん、いや確かにこれギリじゃないですか。これこれギリですね、はい、大丈夫だと思います。別にこれあの誰かにだったら言っていい話だと思ってるんですよ。あ、確かに確かに、はい、ただなんかそこに関する言い分が片方しかないから、そうそうね、だから不確定要素がまだあるから、そうですそうです、そんな片一方だけの情報だけでっていうこと。そうですね。でもこれ皆さんすごかったです。うん、まあ、僕もね YouTube で言える話たくさん知ってますけど、はい、まだこうエンタメにできるってあるんですよね、はい、信じるか信じないかあなた次第って言えるんですけど、これももう事実じゃないですか。ほぼトゥルーしかない、ライオンはトゥルーしかないトゥルー&トゥルー、トゥルー&トゥルー、トゥルーオブトゥルーなんですよ。
ブなんですよ、トゥルーラブではないですけどね。そう、普通クリアさんのせい。いや、でも、はい。それは別になんか、まあ、僕発信でそうなったっていうか、まあ、それ取り上げたがゆえにみたいなとこはあるんですけど、うんうん、確かにね、名前出したから、なんかこう、直接言いに来るみたいなのも、なんか最近増えたんですよ。なるほど。だから最近ちょっとこう、顔出すことが増えて、顔を指さされることがちょっと多くなったんですよね。そりゃね、150万人ですからね。だから、まあ、それでちょっとやりづらいなみたいなのを少し感じますね。はい。はい、もっと堂々としておきたいんですけど、なんかこう、隠れちゃうというか。いや、ほんと、僕ね、あの自分のオフ会だったんですけど、はい、サイン会してる時に言われたんですよ。ちょっと、アタックさんと仲いいですかって言われて。いやいや、仲いいっていうかね、あの、動画撮らせてもらってますけど、はい、めちゃくちゃドタイプなんですけど、どうやったら化けますか俺に何で言ってくるんと思って、俺のサイン会に来てるんだよね、あなたは。確かに。確かに。でも、イケてるから。いやいやいや。声も。顔も。いやいや、そんな。サングラスも。でも、コヤッキーさんに似てますねってよく言われますよ。あ、俺も言われるんですよ。言われます、はい、すごい来ますね。写真でこう似てる。なんか雰囲気が似てるみたいな。そう、だから、そのサイン会に来た視聴者的には、僕の上位互換がタッコさんの終わりですよ。いやいやいや、わかんないですよ。コヤッキーさんが本命で、背後感でいいから、どうやったら受けるから、みたいな。いやいやいや、もう。いや、ありえる、全然。どうやったら抱けますびっくりしちゃったね、俺、本命。コヤッキーさん聞いたとてですしね。うん、直接 DM しろや、と思ったんですよ。なかなかね、DM 返せます？よくインスタとかで質問コーナーみたいなされてるじゃないですか、質問募集とか、うん、あれ、見えます？全部見えます。え？全部やります。すごいっすね、はい、だから全部は返せないですけど、極力暇な時に返してます。いや、すごい。それをもう、僕3年目ぐらいからそういうのやめたんですよね。はいはい、はい、やめたっていうか、だいたいやめますし、できないですよね、はい、まあ、できなくなっちゃうっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、でもなんか、コヤッキーさんってなんかにじみ出るストイックさみたいなないですか？あります。それがしんどいんすよ。しんどい。しんどいっすよ。コヤッキーさん本人はこう隠そうとしてるんですよ、それを、うん、あんまりこうエンターテイナーとしてこの表に出されしてるんですけど、うん、めっちゃにじみ出るんですよ、なんかふとした表情とかにめちゃくちゃにじみ出てるって思うことがあって、しんどくないのかなって。そういう、あの、常にこのファンとの交流も忘れない、イベントも定期的に開催してみたいな、うん、動画作りに関しても制作の方とか、うん、このしっかりいて、はいはい、めちゃくちゃストイックかなって思うんですよ。そうか、その反面、なんか反動みたいなものないのかなって、これめっちゃ聞きたかったんですよ、うん、反動はやっぱありますね。やっぱあるんですか？いや、ありますあります。やっぱ壺とか割ってしまいます？バーン！うわでなんか僕のストイックさっていうのは、はい、そのみんなを楽しませるためにどうしたらいいかっていう追求のものでもあり、はいはいはい、このままじゃダメなんじゃないのっていう不安の部分でもある、うんうんうん、だから表裏一体だと思うんですよ、それっていうのは。自分が何かちゃんとやってるっていう実感を持たないと、はい、多分潰れちゃいそうなんです、自分が。そう、タックさんとか上の人たちって正体不明じゃないですか。正体不明。ナオキマンさんもそうですけど、はい、少ない人数で最大の効果を出すことがめっちゃうまいと思ってるんですよ。あー、あ、それで言うと最近めちゃくちゃ増えましたよ、人。やっぱ何増えたんですか？マジなんので言うこと1。そうでしょ、だから。これ語弊あります。これ1は語弊があります、ね。はい、あの、さっきご紹介させていただいた方で、あの1なんですけど、うん、それ以外にも、あの、動画の編集に携わってる方とか、うん、その僕の企画に関しては、これはもう僕一人じゃないです。気づいたんですよ、僕。はいはい、一人じゃ無理だなって思ったんですよ。いや、そうです、そうです。もうそれは僕は始めた時からやっぱ感じてるので、いや、それがね、ストイックだなと思って、すごいなって。大体僕が気づいて徐々にこう人数を増やしてってみたいな感じなんですけど、うん、最初からその分析した上で万全の状態で始めてるんでしょ、うんうん、そこがすげえなと思って。こういう聞き方があれですけど、はい、環境を大事にするタイプです。そう、環境大事派。え、環境が 100% その人左右すると言っても過言じゃない派。うん、そうです、そうです。派閥を過言じゃない派、しっかり確認しました。過言じゃない派だ。いや、僕もなんですよ、うんうん、自分のこのなんか身の回りの人でもそうなんですけど、物とかでも住む場所とかでもその環境が一番大事にする。あー、やっぱりそうですよね、はい、だから僕このスタジオもこんな大きなスタジオいらないんですよね、都市伝説だけ撮ってりゃいいんだったら、うんうん、でもそうじゃないだろうなって思ったんで、お金をそっちに先にバーって使うタイプなんですよ。これ本当めっちゃ真似した方がいいですよ。お金かけなくてもできるものはあるじゃないですか。もう部屋きれいにするとかだけでもそうなんですけど、うんうん、これなんか初めて共感してくださるというか、初めてその同じ人に会ったかもしれないです、うんうん、あんまりいらっしゃらないですよね、やっぱ
ハングリーにやるっていうのは、うん、橋の下で寝ながらでも夢を叶うつみたいなことだみたいな感じの考える方もいらっしゃるじゃないですか、うんはいはいはい、浅く言えば形から入るんですけど、そこに関して自分のペースを乱されると僕もめちゃくちゃ機嫌悪くなるんですよ、ね、僕もって言ったんですけど、うん、多分めちゃくちゃ機嫌悪くなりますよね。そう機嫌悪くなる。あからさまに悪くなる。いやもう制御つかなくなるんですよ。もうそう自分がそうなんで言えるんですけど、なんかの病気なんですよね。もう機嫌悪くなるとあからさまになんかウーバーバック頼みしたくなるんですよ。同じモス4つとか言ってしまう。そうそうそう。自分のねリズムっていうのがあるじゃないですか。特にね僕ら演者なんで、そのリズムが崩れると考え事しちゃうんですよね、撮影してる最中。あ、わかります。そう心配事とかあると分かります。そうそうそう、なんかそういうのは嫌ですね。だから Vlog は気を使わなくて、まあ、ある程度リスペクトの気持ちもあるんですけど、うん、フリートークでも回せるトーク力のある頭のいい人を結構呼んでるんですよ。あ、嬉しい。そなんか別にその優劣をつけてるわけじゃないですけど、特にタックさんとかもう一瞬聞いてられるじゃないですか。あ、本当ですか。はい、まあ多分 BGM のおかげかもしれませんけど、オーケストラ今も流れてると思うんですけど、ずっと流れてるオーケストラそういう人だからこそ多分150万人いってるんだろうし、ね、どうなんですかね、うん、なんかこれ僕じゃなかったらとか考え始めるとあれですけど、うん、うん、なんか休んでます。休まない。目標は明確なんですよ。今だって6年目じゃないですか、はい、僕ら今4周年とったら1年半後ぐらいかな、はい、にはちゃんと150万人追いつきたいわけですよ。おそうだから結構わりかしタックさん目標に僕はしてるんで。いや、そうなんですか。はい、めっちゃリスペクトします。僕は早いですよ。早くね追い抜きたいっていうの並びたいんですよね早く。いや僕別になんか並んでる並んでないとは思ってないですけどね僕なんか。いやそれはだってオフラインのイベントであれだけ人集めるって僕集まらないですもんやっぱ、うん、あ、ゼップで一緒にやらせてもらいますよ。いやそう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 、はいはい、でそこのあの人集めてあと楽器弾けるじゃないですか、はいはいはい、それが腹立つんですよ。なんでストイックで休んでないだろうなと思って、うん、で僕も楽器したいなと思ってアコースティックギターを3年前から持ってはいるんですけど、うん、練習がなかなかできなくてF を覚えて終わってるんですよ。F を覚えて終わってるんですよね、うん、どうしたらいいんだろうって。このやっぱ体調管理とかもあるじゃないですか。その中でプラスワンの趣味をやるって今現状無理だなと思って諦めちゃってるんですよ、うん、めちゃめちゃ楽器弾けるじゃないですか。5人ぐらいいます。それ結構言われるんですよね、ドッペルゲンガー説みたいな。いますよね5人ぐらい、はい、じゃあまたそういうライブやる機会あったらジャーンぐらい弾きに来てください。恥ずかしいからな。一個のコーンだけめっちゃ練習してジャーンぐらいは。 C ですか。 C C だけ曲やります。C の曲またね、その ZEP 規模でこう一緒にイベントやりたいですもんね。嬉しいですね。ぜひちょっとイベント一緒に見たいと一緒にする高評価もね、コメント欲しいわけですけども、はい、まあ、タックさんね、はい、いろいろこうやっていく中で、はい、本当にこれだけはゾッとしたっていう、まあ、鳥肌立ったみたいなね、都市伝説一個あったらちょっと教えてほしいんですよね、これやばかったねみたいな。それこそ前信じられない話の時に、うんうん、結構全放出しちゃった感はあるんですけど、はいはい、信じられない話したのが夜のお店で働いてる子の闇バイトみたいな引き抜きあってみたいな、まあ、スカウトにあって、うん、まあ、ちょっとそこでよからぬことが起きてるんじゃないかみたいな、これを話したじゃないですか、はいはい、小雪さんのせいですよ、あれ。なんだ、せいですよ。あの後、うん、その業種の人から連絡がくるくる。またここでよく言うからまた来ます。これについてちょっと調べてみてくださいっていう話なんですけど、うんうん、これもちょっと P ここだけ、うんうん、おお、またこれも絶対言えない組織名が出てきた。ここについて僕調べてみたんですけど全く情報出てないんですよ。めっちゃリアルじゃなと思って、なんか普通のこう都市伝説とか陰謀論って、まあ、すでに結構いろんな方が投稿されてるじゃないですか、はいはいはい、本当に隠したいものって、うん、頭の文字さえ出さないんだなみたいな。SNS の投稿とか掲示板とかでも出てないんで、うんうん、多分出たらすぐ消えるようになってるんだろうなと思って。なるほどね。なんかもともと政治家のなんか闇みたいなのが出ちゃう時っていうのは芸能人の薬物のなんかチャリストみたいなのがあって、それを捕まえてなんか話題をそらすみたいな、うん、ありますね。でそもそもじゃあ大前提って都市伝説って何なの、はい、突然出てきたんですよ都市伝説っていう言葉って。確かに。であれもとある団体があって真実を隠すために噂話を流して消す、だから真
実が出てきた時もそれ都市伝説でしょってなんとなくみんなが思ってしまうように刷り込んでいくために都市伝説って言葉をルフさせたっていうのがあるんですよね。 CIA すごいっすよね。言っちゃうんだそれを考えた CIA は異業ですよね。言ってしまいましたもうそういうところじゃないですか。だからもう許可です。 CIA から多分 DM 来ますよ全然その辺からだったら全然だから本当に隠したいことは出てこないっていうのは納得できます、うん、そういうことなんだろうなって思いました。リアルなやつでいくとこれは感心したのすごいなと思った話ですけど、うんうん、僕最近某携帯会社と、うんまあ、揉めまして冒頭に結構出ちゃ言ってた言っちゃったんだけどな揉めたっていうか、まあ、コンプライアンス問題みたいなのあって、うん、で直接お会いしていただけませんかっていう話があってから、うんうん、その3日後ぐらいにお会いしたんですよ。はいはいはい。でこの3日間でお互いに何を考えてるのかなっていうのを結構考えてたんですよ。っていうのも、まあ、絶対弁護士は連れてくるだろうなとか、まあ、向こうも僕が何を言うかわからないからあらゆるパターンを想定して来るんだろうなと思ってたんですよ。僕はその考えの中にとどまらないことを言いたいなと思ってた。なるほど。でもこれはちょっと、まあ、お笑い要素じゃないですけど急にこれ言ったらどういう反応するんだろうとかいろいろ考えてたんですよ、うん、でもいざ言ってみたら、うん、めちゃくちゃいい意味ですけど、うん、丸裸できたんですよ。あ、はい、そうだ、まあ、来てた方っていうのはその役所の方だったんですけど、動画に関してもこれをこうしてほしいとかああしてほしいとか要求とかは一切なく、ただもう申し訳ございませんでした。でシーンで、何かご質問ございますかって言われていや別にないですけど、なんか逆に何かこうあるんじゃない、うん、ないですかって言ったら、ええ、私ども何もないですよって言ってその日終わったんですよ。なるほど、ね、だから丸裸で行く精神潔い、あ、すごいなと思って、うん、僕がなんか表紙抜けしました、食らいました。あら、すげえ、カウンター食らいましたね。丸裸見習わないとなと思って出していい急に面白い。これは逆になんか陰謀論とか都市伝説とかを取り扱ってる分、大企業が隠蔽するとか勝手にこうなんか自分の中でシミュレーションしちゃってたみたいな、バレ事したらごめんなさい1個で行くみたいな、逆に多分いろいろ考えた結果、よし何も持たずに裸で行こうってなったんだろうなみたいな、あっぱれですね。あっぱれでした。変に言い訳するよりも、そうですそうです、なんかじゃあいいですって言っちゃいますもんね。はい、いやいやもう僕も別に何もないですよって。でも向こうも、あ、もうじゃあはい、ありがとうございますあざーっつあざーっつ、へー、面白い。なんかこれはあんまり自分の動画では話さなかったんですよ、うん、結果どうなったかみたいな感じで言わなかったんで、うん、これも言いたいなと思ったんですけど。なるほど、そう、まさにここで聞かせていただけると意外と物事ってそうめっちゃ単純なケースもあるんだろうなと思ってます、うん、はい、ややこしく考えちゃってることでも、事件とかも都市伝説になってるものでも、意外と結論はこんなものだったみたいな、うん、窓三角地帯ですか、バミューダトライアングル、はい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 、飛行機船消えますぜ、うん、みたいななってるとこも、うん、そこの海底調べたりとか、ここだけ積乱雲がすごいんじゃないかとか、こういろいろいろんな学者が考察したんですけど、うん、結果なんかそもそも船がまず出てなかった、うん、そもそも飛行機は飛んでなかったっていう説が濃いって言われてて、うん、いやいや、出航記録とかがそもそもまあ嘘だったみたいな、うん、出てないから、その出てないものを出たって言って消えたって言えばいなくなったみたいになるじゃないですか、うん、確か確か確か、あ、だから意外とその結末ってそんなもんなんだみたいなのも結構あるんじゃないかなと。夢がないこと多いですよね。多いですよね、都市伝説って、うん、噂話って本当そうするな、9割ぐらいが尾ひれついたものだけが面白いみたいな、だと思いますね、うん、だからなんかこれ尾ひれで最近多分なんかこれも起こってんだろうなみたいな、うん、っていうのが急にとある芸能人の方から連絡が来て、はいはい、おお、でそれが電話だったんですよ、はいはい、まあ LINE ではあったんですけど、その後電話することになったんですけど、その内容っていうのがとある番組のオファーだったんですよ、うん、これどうですかって、はいはい、ただちょっと1個だけ聞きたいことがあるんですけど、うん、みたいな電話だったんですけど、その内容が、アッコさんって地上波 NG って作家の方言われてたんですけど、 NG 出されてるんですか、うん、僕が NG 出してることになってるんですよ。全く出してないですよ。なんでなんで、いや、わかんないです。で、これをテレビ関係の方とかに結構聞くようにしてるんですよ、はいはい、これってよくあることなんですかみたいな聞いたら、まあ、2つあると、うん、1つが、まあ、とてつもなく嫌いなやつがいてとか、うんうんうん、こうさっき言った僕結構名前とか出してるんで、うんうんうん、それで、まあ、知らず知らずのうち恨みを買ってる人が、うん、そのテレビのスポンサーだった場合とか、うん、裏であいつは絶対ありますよ、うんうん、って言ってる可能性、うんうん、ともう1つは作家がめちゃくちゃ話を盛り上がるらしいんですって。若手の作家の人たちとのベテランの作家の方と、うん、この番組の打ち合わせの会議になった時に、はい、今若い子たちの中って芸能人よりも YouTuber の方がこう話が盛り上がったりするらしいんですよ、うん、そしたらあの人のうんちく知ってるみたいな感じで、うん、めちゃめちゃ適当なことを言う人が、まあ、何人か知ってる中でもいるみたいな、
だから適当に言ったからそれがまあ広がってってそうなってる可能性多分こっちの方がありえるんじゃないかなって言ってて、いやありえそう、うん、たまったもんじゃないですよ、たまったもんじゃないですよ、ね、本当に、うん、追跡とかも出てますし、そうなんです、うん、番組やってるんです、ちょっと調べたら分かるよ、そうなんです、うん、だから小ヤッキーさんとかの僕がやってどこまで広がるかやっておきますね、地上波は地上波はここから上しか映さない、なぜなら下全部脱ぐからみたいな、やばっ、それちょっとおもろいでしょ、出上がるで下半身露出じゃないと出演しないって聞いたんですけど変な噂らしい、多分な今もうこう出てるけどこう、ま、マッパマッパと、はい、今もマッパですあんま気づかれてないでしょ、ね、あんま見たことないでしょ、小屋敷さんとその机が絶対挟まってますから動画の時にでもやっぱ芸人さんとかからしたらちょっと目の上の単行部みたいなとこあるじゃないですか、ちょっと、ね、YouTuber の、 そのジャンルの被っちゃってるとね、はい、そう思うとなんかこっちにとってマイナスブランディングをしているかもしれませんし、作家さんにしてもそうですよね、自分が見つけてきた感じとか自分がひいきにしてる人をやるためにみたいなこともあるかもしれませんしね、いやね業界だな本当にいやタンコさんバシバシもっと地上波テレビで見たい人ですけどね、いやどうなんすかね、でもあんま向いてないと思うんですよね、でも正直、向いてると思う、で結構なこと言ってもやっぱ、うん、これ今めっちゃ厳しいじゃないですかコンプライアンスな、うん、コンプラね、はい、だからこれいけるやろってともダメで、なんかこれは多分ただ単に面白くなかったのか、うん、使えなかったのか分かんないですけど、カメラのレンズをみたいな感じのことをやったんですよ、うん、おーいみたいな、うん、ダメだったんですよ、そこちょっとです、ね、ここ結構多いんですけどここは全部みたいな、なんでダメなんだろう、だから、まあ、暴力的なことなんじゃないですか、昔トンネルズさん壊しましたよカメラ壊しましたよ、じゃあめちゃくちゃ回してしまったんで、じゃあ最後にお聞きしたいんですけど、都市伝説界の先輩、はい、で150万人の登録者がいる先輩として、まあ、僕まもなく100万人いくんですけど、はい、アドバイスあります、こうやったらいいよみたいな、なんかアドバイス、はい、公約も変えた方がいいよとかいや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 、でもなんかストレスになってることは早くどうにかした方がいいと思います、活動歴が長くなっていって毎日やんないといけないとか、自分が止まると周りも止まっちゃうみたいな環境じゃないですか、で小ヤッキーさんもそこで深くうなずいているでそこでなんか自分のプライベートもそうなんですけど、自分の少しでもなんかこう突っかかりがあるものとかストレスがあるものはいずれ自分に絶対回り回ってくるっていうのは、僕これ結構嫌ほど経験しましたね、これ別に自分が悪くなくてもですね、例えばまあ人に対してこの人のこういうとこ言っといた方がいいかなとか、でもまあ後ででいいやとかいうこともあるじゃないですか、それは本当に先に言っといた方がいい、なるほど、これはあとこれ僕もまだ分かってないですけど、会社をやられてる方とかによく食事を誘われて行ったらその方がいたみたいなことも多くて、そういう時本当にテンション下がるんですよ、誰やねんっていう、でもそういう時のために何か一つ絶対にする質問みたいなの自分の中で考えてて、はいはいはい、それが何のお金使ったらいいですかね、うん、今まで買ったものの中で一番何が良かったですか、うん、って聞くんですよ、はいはいはい、これねほとんどの方がこれでしたっていうのがあって、何マッサージチェアなんですよ、そうなんだ、今まで買ってよかったなって未だに思うのがマッサージチェアでしょって絶対入るんですよ、そうなんだ、やっぱ必要なんだ、だから僕買いました、あでも買ったっつっても厳密にはまだ見積もりに来た段階なんですよ、うんうん、で見積もりが必要なマッサージって何、いやっていうのもマッサージチェアって結構大きいじゃないですか、はいはい、ドアに入るかどうかが、うんまあ、ちょっと分からないんで、うんうん、業者が見に来るって、はいはいはい、ほんと先日2日前とか見に来たんですよ、うんうん、測ったらドア外してドア幅が7 70センチぐらいだったんですよ、わでそのマッサージチェアっていうのが69センチなんですよ、いけるやっぱ理論上は可能じゃないですか、理論上はでも業者の方もうーんみたいな、推奨幅がどうしようねみたいな僕らから行くと絶対に入りますとは言い切れません、うんうん、だからそこはもうお客さんのご自身の判断にお任せしますって言って、うんはいはい、でも待って69で70理論上通るしなと思って、うんうん、いやもう分かりましたと、じゃあもう通らなかった時も自己責任ということで買いますって言ったんですよ、うんうん、買ったんですよ、うんうん、まだ来てないんですよ、あ怖いでこれでもし入らなかったら僕玄関の外にマッサージチェアが使われて40万ぐらいしたんですよもし入らなかったら、はい、30万で買ってください、買う俺はちょっと入んないことを祈っているものいや嬉しい、それ同額とかにしたら若干転売みたいになっちゃうので、うん、10万円を僕が負担しますんで30万で買ってください金でそれ無料みたいな10万下取りして僕は買う僕買ったものをじゃあ2人でなんか次イベントやらせてもらった時にそれ設置しとこういやだ怖いんですよね1センチでもまあまあ理論上はいけるんで、理論上いけます、うん、ぜひねそれをあの体験してよかったレビューをちゃんと聞きたいですよ、そうですね、はい、入るのか、うん、ちゃんとあのどっかにタクさんのサイン書いちゃってほしいですねいやあ、いいやでも
マッサージ屋いらしいですよ、本当に。じゃあ俺も買おう。共通してみんな言われてたんで。あ、やっぱいいんだな、うん、じゃあもう150万人のインフルエンサーがアドバイスのマッサージ屋を買えた。それでよかった。いや、環境を大切にする方なんで。なるほど、後押しがないと買えないじゃないですか。確かに僕も結構後押しがあったんですよ。絶対買った方がいい。なるほどね。僕もその広いスタジオにしたのは、はい、キッチンをちゃんと作るためなんですよ。でキッチン作れば料理人雇えるんで、はい、料理人雇えたら健康な食事が毎日食べれる、はいはいはい、でスタッフも健康になれるっていう意味で雇ってたんで、環境はね僕もすごい大事するんで、確かに食と体っていう意味ではマッサージ屋はそういう理にかなってますよ。マッサージ屋でわーってやられながら喋る。もう撮影スタジオの椅子がもうチェア。そこで撮りながらも体ほぐす。でそれね、変な AV っすよ。あ、ダメです。宗谷さんがでもいいですよ。でも下マッパなんでしょ。AV なんですよ、それは。やばい。革命起きます。そうそう。YouTube 界に。はい、という本日のゲストはタックさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひですね、ハクハッキースタジオ、そしてコラボさせていただいております動画、タック TV レイディオさんのですね、動画も出てますので、ぜひ3個、これを含めて見てください。よろしくお願いします。概要欄にリンク貼ってます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、バイ。やってるやってるよ。私たち、早速シミュレーションしてる。動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。小焼きです。なんとですね、この小焼きと一緒にですね、写真を撮りませんか？銀の盾と一緒に巡る小焼き Vlog カッコ仮チキツアーということでですね、この日程で皆さんの地域に行かせていただきます。ありがとうございます。ということで、銀の盾ってね、実はねめちゃくちゃ軽いんですよ。ぜひね持ってみてください。そして一緒に写真を撮りましょう。ということで待ってますね。